今回ハラチラがちょっと多かったね。ちょっと多かった。チラ。昨日かな。ハラチラ。いや、あの僕里見くんに唐突にさ、うん、黒衣装の時に、うん、お腹のところペラってめくられて、うん、突然。そうね。突然ペラってめくられて、うわーって。さとみくんは違う何何いやあれなんかルートがあの多分服かなんかを直してて、はいはい、その時にもうその時にチラって見えたのよ。ああなるほど。そうあこれみんな見たら喜ぶだろうなと思って俺はみんなの気持ちを感じ取ってもう俺がバッてやってあげたのよ。だから代わりにそういうことか。そうそうそうこれは喜ぶだろうなバッてそういうことやった。そうそうそういうこと感じてしまった今。じゃあ会場のみんなの気持ちそれは許すんだけど、うん、その続きがあって、はい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 、うわさとみの野郎やりやがって僕さとみくんにはやってやろうと思って、うん、じゃあさとみくんのめくっていいんだ、うん、いいよって言ってさとみくんの後ろに回り込んで、うん、3,2,1 バッてめくったら、うん、黒いシャツの中に、うん黒いインナー着てて、うん、めくられたもんね。残念でした。お腹見えませんってやられたの。さとみくんにあるんですよ一枚で。いや逆になんでないのっていう。みんな着てるもんだと思ってたんだけど。さとみくんだけあるのよあれ。俺とコロンある。あれコロちゃんだ。コロやって思うじゃん。うん、コロちゃんめくったら、うん、なんと、うん、普通にお腹でした。なんで？何のインナー？何のためのインナー？お腹のポヨポヨ。お腹のポヨポヨが今回のライブで初めて披露された。うん、やめろ。結構さ、コロンさ、割と今回腹うん、ボロンしてたよね。あ、そうだよ。なんでなのあれ。え、なんで別に何もない、何もない、何もない、お腹崩壊、失うもの何もないから、うん、そんなさ、でもさ、言うてさ、うん、え、ちょっとガチで見せられないぐらいの腹出てんだけどとかじゃないじゃん、うん、そんなことない、めっちゃけかわいい、まあ、普通にっていうぐらいだから全然何もなかったから、まあ、なんかちょっとベルトに、うん、やめろベルトは食い込むものだちょっとベルトになんか締めるものだから食い込むに決まっとるよ。どんな感じかはライブに来たらもしかしたら見れるかもしれませんか。もう公演によってね、そう、うん、やっぱ生ですからライブっていうのは。そう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 、ね、僕たちのそのねこれやろうぜとかそういう気持ちしてるわけじゃない。はい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 、生なんだよねそこはね、うんうん、あったねそれもね。あったね。それいいですか。え今日もなんかね、はい、彼が来てて、はい、え彼が来てた、前回のライブを賑わせた、うんうん、伝説のあのお方。伝説のあのお方。いや俺もちょっと自分に何が起こったのか全然覚えてないんだけど、はい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 、気づいたら目の前に、うん、セクシー救急車いたのね。てた僕の憧れの人だ僕の憧れの人だ。めっちゃおもろい。僕1週間前に救われて、うん、そこでね、うん、そこからセクシー救急隊に入りたいって夢見るようになったんだよね。あ言ってたねそれね。それからね僕セクシー救急車のこと研究したんだけど、うん、研究結果で、うん、セクシー救急車イコールさとみっていう真実にたどり着いたんだよね。えどういうこと。え分かんないよね。なんか俺も全然何を言われてるのか分かんない。セクシー救急車の正体は、うん、太っぷりのピンク担当さとみだったんだよ。いやそんなわけそんなわけない。なわけないけど。もうね。どういうこと？もう全然わかんない。こうやって誰も信じてくれないんだ。え？わかんない。僕は真実を知ってしまったから。え？ああ苦しんでる苦しんでる。このことはもう誰にも言わないでおこう。ちょっとでも教えてほしいけどな。どういうことなんだろう。じゃあ一応。来てくれてるんですかね今日は。まあでも呼べば今暇だったら来てくれるかもしれない。でも1日に1回しか出勤できないって前は言ってたんだよ、ね、あでも言ってたけど前もちょっと来てくれた。あ確かに特別に電話しても電話しても言った、うん、電話してピポポピポポポポあセクシー救急車さんですか。僕だよちょっと今から来れますか、ね、どうしたんだい。ちょっとおっとちょっと困ってるのかい。来てよ僕の力が必要なんだね。力がすごく必要なんです。オーケー。今すぐ行くよ。あ、お願いします。オーケー。あ、場所ここです。オーケー。あ、お願いします。場所ここで。ここです。着いたよ。もういるよ。早っ。来たよ。早っ。あ、あなたは。あれ、君。あ、今日。さっき僕が助けた子だね。今日はありがとうございました。あ、あの時は俺もびっくりしたよ。はい。あれはなかなか珍しいケースだったからね。そうですよね。まさか。はい。君の耳のピアスから出血して自分の髪が全部赤くなってるなんてあ、そうでしたっけ。初めてだったよ。僕も気づいたらなんか床に倒れてて、うん、耳から出血してますってなぜか言われて
そのせいで髪がピンクになったって言われたんですよ、ね、あまりにも僕もびっくりしすぎて、はい、僕がセクシー救急隊員なのに、はい、どなたかいませんかって言っちゃったからどなたかいませんか誰か、あ、俺だったわってあまりにもびっくりして、うん、結局君はなんで倒れてたんだよ。あれは僕も覚えてないんですよね。なんで倒れてたんですっけ。あれなんで倒れてたの。なんでだっけ。結構ガッツリ横たわってたよ。なんでだっけ。どうして横たわってたんだよあれ。いつ現れたんだっけ。もうね、うん、セクシー救急車からのこの景色が印象的すぎて、うん、すごいよねあの景色。他は思い出せないんだよね。なんで倒れたのか。なんでなんだろう俺。景色が俺なんで景色が。あ、違う、分かった。あれだ、集合写真の時にイーグル君がその、うん、そっからウサギ跳びのあれの筋肉のあれで疲労でちょっともうこう寝すべって、うん、あ、坂道のところのやつ、記念撮影撮ってたんで、ね、そうだ、辛い、起き上がれないってなって、うん、セクシー呼ばないともうダメなんだってなったんだ。倒れてニールがあそこから倒れて、そうだわ、そっかそっか。俺もまさかもう呼ばれるんだと思ってなかったからね。あなた俺立ち上がろうとした瞬間にもう一回床に叩きつけられた、うん、誰が叩きつけられたんだよそれ。だからさっき投稿されてた全員集合、うん、集合写真ライブのあれね、はい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 、寝そべってるやつの直後、うん、あのあとね、あ、そうそう、坂道だったからね、そうあれ撮ってんのが、そう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 、うん、あの時だ、あの後だよ。でも皆さん思いません？セクシー救急車さんとさとみくん声似てるんですよ。まさか、やっぱイコールでつながる存在なのかなって。僕と君似てるかな。似てないよどっちがどっち、どっちがどっち、これ似てないよ。どっちだ。俺がさとみだよ。あれ、さとみくんそんな声だったっけ。僕がさとみです。あれ、みんなよろしくね。そんな声だった君。セクシー救急車とは何も関係ないです。僕は、あ、別の人だったもん。なんだろうな。あ、そっか。あ、同一人物じゃないからね、僕たちは。今日初めて会ったし。そっか、うん、違う人だったか。さとみのことも助ける日が来るかもしれないね。あ、そうなんだ。見てみたいです、それは、うん、見てみたい。どうなっちゃうんだろう、ね、どうやってやるんだろうめっちゃめっちゃいい。嫌だね、その光景。なんか想像したらすげえ嫌だわそれは。今度やってもらおうか。でも実はセクシー救急車一人じゃなくて、うん、まずなんか俺その前に何かで倒れたことがあって床に寝そべってたら、僕はまだセクシー救急車のヘボなんでみたいな感じで、研究生の水色のやつがやっぱ僕には無理だみたいな感じでそこじゃない、その時じゃない。そう、ノーセクシーで帰ってった救急車があったんだよ。はいはいはい。その後にそうセクシー救急車頼んで本物がやってきてやっぱ資格を取れる人とやっぱ本業は違うからそうで、セクシーの資格は持ってたけどね、やっぱね。セクシー救急車さんが、うん、ダメだって、誰かいませんかってなったら、うん、あの伝説の夜に救われたはずの、うんうん、隊員2が現れた、うん、隊員2も今日現れたからこの映画やあれ、映画、あれ、あれ隊員 2? 隊員2です。そんな声なんだ。お願いします。そんな感じセクシーじゃないな。セクシーにいてくれ。そこはセクシーになれないやん。セクシーでいてくれ。まだ見習いなので頑張ります。どんどん深まってくんだね。可愛いな。だんだんセクシーになってくんのかな。確かにね。やっぱ国霊の入隊みたいなのがあったからね。あ、なるほどね、うん、そういうことやったね。そう、救われてから入るまでのスピードめっちゃ早いね。1週間修行してた。結構なんかその不足してるらしいよ、単位。あ、そうなんだ。なんか1人しかいないからね今。あ、そうそうそう、お忙しいらしい。そうなんだ。来てくれたけどね、今。あ、優しいね。そうさ、今年確定で流行語いけるやん、それ。セクシー救急車ずるいて。俺は君のことも今日救ったから。あ、ありがとうございます。もうよかったら本当に。あれ、もしかして、うん、救急車入りですか。いい仕事だよ。あ、ちょっとか考えておきます。リスナーのみんなも呼んでくれたら、はい、いつも行くからね。だリスナーも言ってたの、私行きたいって言って、そこ変わるみたいな。そこ変わる、そこ変わるやもん。いて、どれに変われって言ってるのか分かんない。どのポジションなのかっていうね。ちょっとね、まあ、でも今後ね、ね、ツアーがどんどんね、進んで、うん、どうなっていくのか、どこに着地するのか、ね、確かに確かに。これ着地とかあんのかな。目回り苦しく状況も変わっていきますか。そう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 、うん。
新しい何か生まれるかもしれないし、ね、いろんなストーリーが生まれてる、ね、アリーナツアー中に、ね、生まれんのよ、いろんなものが生まれてんのよ、本当に本当にね、なんか笑ってるよ、このちゃんが違う違う、全然関係ないの思い出しちゃって、里見くんけさ、いや、俺何で、里見くんがさ、うん、その最初のさ、うん、あの、今日もよろしく、おい、だるい、だるい、だるい、一番最初のやつ、おい、だるい、あれをさ、ボロボロに噛んでしまったの、うん、お前、俺のエピソードじゃ撮ろせえか、じゃあ、あ、いいよ、いいよ、初公演の時にさ、福岡のね、ライブの頭ぐらいの時に、まあちょっとこう、煽るじゃないけど、ね、みんなに向けて盛り上がってきゃろみたいなさ、曲と曲の間みたいなのがあって、俺なんか知んないけど今回絶望的に噛んでマジでもろかったよ、なんか俺のワンフレーズの分で5回ぐらい噛んでる、みんな盛り上がってるものなのに、わーみたいな、そうそうそう、もう最後はね、なんかね、バカ力みたいな感じでゴリ押しでうわーお前ら燃えられてからもう書くぞいや、マジで何だったのか分からない、マジでもそう、あれね、もう曲のイントロで、うん、頭の歌が終わった後の A メロ始まる前のイントロでやるやつだから、ね、本当はすごいいい感じになるはずなんだけど、めっちゃ噛んでて笑っちゃったけど、死ぬほど噛んだ、あれもうでも、多分もうライブはもうね、もう空気の感じでいい感じになってた、噛んでたけど、あれね、噛んだけど、噛んだけどいい感じだった、その一回だけさ、うん、マジで、うん、もう自分で何言ってんのか分からなすすぎてブチギる里見くんやってほしいんだよ、僕らの会場でね、はーい、はーい、はーい、これもうそのせいでずっとそこめっちゃ聞いちゃう感じになっちゃったのよ、くそ、めっちゃ逆ギレする里見くんみたいな、どっかであるな、どっかでやってほしい、やってほしい、あーやばい、あいやあるかもな、もしかしたらね、それやってほしいけど、その後の MC でさ、ね、そういじられてさ、コロンに、はいはい、確かに噛んだけど、うん、マジみんながこの情報をどっかにも漏らさない、内緒にしてくれてたら、うんうん、もう一切俺出ないから外に、ほんと内緒にしてて頼む、うん、みんなに、うん、マジで守らん、もうそこをなんなら、ね、内緒にしてって言ったことまで言われるんだよ、振りでしょだってもう、ああいう振りだからね、内緒にしてて欲しかったよ俺は、本当に、いやいやいや、えそうなの、そうだよ、とにかく5回くらいガチ噛んだよ、やめろやめろ、めっちゃおもろかったな、ね、あったよね、あの、おもろかった話しかしてなくない、え、今俺さん、マジでおもろいことできるけど、やっていい、え、なになに、やっていい、え、なになに、本当は、口に水含んだ状態で やりたいけどね、これ、え、なになに、え、なになに、一人で笑ってるって、なになに、え、ねえ、あの、伝わらないやつ、伝わらない、あもうやめろ、僕がその M 字解決したのを取るな、お前やめてさっき僕がやってたやつを取るな、結構しっかりしっかり取れてんな、しっかり取ってるちょっとこれ明日の待ち受けにするわ、やめろ、うん、やばいな、待ち受けにするな、小野君の待ち受け怖いな、日替わりだからね、俺の待ち受けは怖いよ、まあ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 、ライブすごい良かったね、今回の会場はスタンドトロコがあったんですよ、いやそうなの、会場の、ね、形によってはトロコが、ね、走れない会場とかあるんだけど、そうなの、できるとかできないとかがあってね、今回のね、マリンメッセはなんと、うん、できましたスタンドトロコ、ちなみにスタンドのいた女の子めっちゃ恥ずかしいと思うかもしれないけど、うん、マジで近すぎて毛穴な、うん、毛穴がこう、うん、ヘイ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 、あ諦めちゃった感で、マジで毛穴まで見えてたぐらい、うん、でもお前それあれだよ、ニーチェさんの言葉であるよ、深淵を覗く者は覗かれている覚悟を持てみたいなことがあって、僕も見られてた、そうよ、毛穴見えるってことは見られてるってことだからね、それはつまり見られてたから、そんぐらいの距離ですよつまりは、いやガチでね、めっちゃ近かった、これ今日可愛かったのがさ、うん、5歳くらいの女の子がお母さんと来てて、うん、俺のこと多分好きでいてくれてるはずなの、うん、でも手振ったら恥ずかしすぎてお母さんの後ろにこうやって隠れるのね、あどうしたどうしたと思ってさ、手振ってもさ、うん、こっち見てくんないの、シャイなね、そういるよね、お母さんがずっと笑っててちょっと微笑ましかった、いや微笑ましい、よかったよ、ね、ちょっとあの子が大きくなった時に思い出してほしいね、うん、今日の日のことをね、ちょっとね、いいね、いいな、
でも確かにあるよね、こう硬直する子というか、うんうんうん、分かる、気持ちは分かる。でもいやよかったな、いやよかった、いや思い出話したらきりないよ本当に。そうですよ、本当にそうよ。